さあシールたちこれあるぞ。そうね。あえうわっ、お魚さんが3つ。勝てる勝てる勝てる。さあ残り3パーティー、上は上でやり合うぞ。これ1試合目からチャンピオンあるか。さあしかもめっちゃ倒してる。いやー、まあ倒せたな。なんだって、ありなんて言ってかわかんねえな。それじゃあ動画へレッツラッグ。 FLCS 観戦、今週から始まるヒートの観戦です。ヒートというものは3つあるんですけど、 ABC それぞれ3つに分けられて、中の6位まで入った人がグランドファイナルを決めるという一番熱い戦いでございます。それでは今日はヒートへ見ていきましょう。レッツゴー。さあ資材がない。そう、27ダメージ目の前にブユリル選手。さあ真空、ここはショットガン持って強気に攻めに行っている。さあ資材も残り7枚しかないが、この状況で目の前、ここはシャモ誰だ分かんないけど、バレていない。さあメイを倒してチャグバズゲット。さあ残り人数7人の状況で、さあ真空は1人になっているが、さあ目の前のカフェを倒すことができるか。うわー、目の前ドキンさんこんにちはからかっきり入れて回復。さあもう自分たちの資材はないが、目の前入って、さあ目の前にレタスさんたちのチーム、ここは横に1マス広げて、さあカフェのかっきりが入る。さあシールたちこれあるぞ。そうね。あえうわ、お魚さんが3つある。近くエースじゃない。やばいやばい、それ耐えなきゃ。危ない、ナイスナイス、危ない、ナイス耐え、ナイス耐え。ちょっと待って、コヨタたちは回復、着末が、あーなるほどね。勝てる勝てる勝てる。さあ残り3パーティー、上は上でやり合うぞこれ。さあここはシュート、いけるんじゃない。え、さあ先生離脱して1試合目からチャンピオンあるか。さあしかもめっちゃ倒してる。いやさあキャベツもある、キャベツもある。さあ残り 1v1。 さあ敵なさそうだぞ、回復。おおおお、強っ強っ。しかも7キルビクロイ。さあシュートたちがまだまた生き残っている。さあ2試合連続あるのか。現在61ポイント、今回キルは取っていません。さあ目の前、うまい。さあしかしさあポイントゲッターのコヨタがやられてしまっている。さあ目の前誰か死んだ音がした。目の前出てきた、これ、いやー惜しい。さあ下のバモスたちが勝つか。さあバモスミカエル、ここは頑張って横から倒そうとしている。さあキャベツがあるので一応回復はできるが、味方もやられちまった。さあバモス見返るギリギリまでアンチ外で耐えているが、さあこれはどうする。さあこれ対面になりましたよ、アダムミスト。そうね。さあ一発倒して、はい、うわあ、チャグバズを回復一応するが、プロッパ食って危ない。さあギリギリまで回復しているが、これは目の前、順位は上がるか。3位、順位上がるか、順位上がるか。いや1個しかない、上がらない。さあアンチ外でさあ回復してるのはフリットトックス。しかし FNCS ユータ、ここはアンチ外に最後まで入って90ポイントだ。さあラルが横に出て、さあしかし1段上げないと、さあ未来はない。さあ横からこんにちは目の前入ってきて、もう倒すしかない。アサルトライフルとショットが、ああ崩してしまった。しかしラルがクロッパーを取っている。この男生きてる。さあお魚食べて目の前バモスニコラスを倒して、ローグラゲットさんたち、そう、ね、さあ優に見えますが、さあここはクアラ下に降りて、さあサルタラフル腰打ち、しかしやれちまう。あ、落ちましたね。しかしそのまま勝利で 132? そうです。まあしっかりとあの健在多分これかなり残ってるので、おそらく終盤までほぼノーリフレッシュでいけるような健在ではあるので、あとはたくさんキルを取ってビクロイすればさあ勝てる。さあスナイパー当てたね今。そうスナイパーって上への牽制をしっかりやっている。もう一発当てる。ええー、うますぎでしょ。さあスナイパーを2発上の人間に当てていきました。狙いはしないですけど、それさあリートがこれ、いやよくわかったな、うまい。さあこれが若さ、動体視力で敵を目の端で捉えている。逃げてくるリート、倒していく。さあ目の前にいっぱい資材があるが、コア選手も健在ないですね。残り1枚、ね、さあローグラをフィジカルで倒しに行く。さあいいですよ、シュートがもうゴリゴリやっていくか。シュートコア残り HP10、 倒していく。さあ上からこんにちは2を取りて取っていきたい。目の前出てきたところ倒して、さあここはかき入れてしまうが、さあコアがしっかり倒して、
小枝さんがこれフロッパー食べてますね。そうね、1個食べて2を狙ってきた。さあ上から落ちてきた敵を倒している。ワンチャンス。さあ2位取りたいが、これはうわー。さあボブたち現在14パーティー32人。さあキル数がまだ1しかないので、もうちょいキル数伸ばしていきたいところ。さあ結構上が高いので、ここは1段下げて、さあ次のアンチに向かっていきます。さあコヨタがまた1キルしている。強っ、バカ強いコヨタ、えぐいキルしてる。さあここは閉じ込められてしまったモブ。さあ危ない状況、残り13パーティー。さあ周り見て、さあルリいい移動ですね。さあ資材も結構残ってるんじゃないのか。さあルリが63、これは足りるね。さあ後ろ入ってきた。さあシュートたちが、さあここに入ってきたぞ。さあここはシュート、ボブたち、さあ歴代のチームの人たちから洗礼を受けたぞ。ロリさんたち、アリケンさんはめっちゃ殺すな。ね、でもこれだいぶチャンスだよこれ。ハイグラ取っとくね、これ。ハイグラの人やつなんか、え？降りて今ハイグラ取れるか、これ。さあ周りの様子見ていきましょう。いやでも上から撃ってきている。あ、そうだ。さあドラッピーたちが上から撃っているが、さあルリここは上に行ってもしょうがないと、1段下げて2段3段下げていく。さあ目の前ワンボックス、ラルの道を使って作ってあげて、さあどんどん詰めてくるぞ。さあルリこれはもう戦わずに後ろに逃げていきます。さあミニポートデカポがあるんで一応回復できる。着伐がないのがしんどいね。さあもう目の前どんどん詰めてくるが、さあルリはギリギリ生き残っている。ギリギリ。さあコヨタがまた1キルしてる。は？ちょっと待って、やばくないコヨタ。シュートたちめっちゃポイント稼いでるぞ。コアも倒してる。ちょっと待って、後でこれ見返そう。ちょっとえ、コヨタまた倒してる。あーあー、また倒してるよ。さあ目の前出てきたところ、さあボブくんしっかり倒して、さあキルポイント稼いでいく。ルリさんも天才。さあしっかりと倒して、さあルリ、あー、詰まった今ボブの前。さあどうにか、うまい。さあ生き残りたい、残り7人。まあ惜しいけど。さあボブはもう回復勝負している。うわ、これ勝つくね。キャベツめっちゃあるぞ。さあキャベツまだまだあるし、でもまだアンチが締まりきる。さあ、え、これあるある、ボブめっちゃ人数いるやん。しかもえ、これボブある。さあキル入って、ボブ回復してる。キルも入った。さあコヨタもまだ生き残っている。コヨタがボブ、ね、ボブを倒していく。やめてよ。さあコヨタ一応まだ10。あー、キャベツ食えれば、うん、ちょっと見るわ。やばくないこれ、ちょっと待って、狂ってんだけど。さあコヨタのプレイ見ていきましょう。シュートが落ちてしまって、さあコヨタとコアだけ。さあここはダメージもらって、さあ周りの様子を見ている。さあアンチ外ギリギリで、さあ回っています。さあフロッパー食べて、目の前敵がいるのを見て、開けて2人落として、うまっ。鈴をまず1キル。さあ後ろに下がってフロッパーを1個食べる。さあ角キルが入るので2匹目は食べないという判断。さあ目の前張り替えて1人倒して、さあ現在5キル目。さあコアが落ちて、うまっ。さあナルを倒して、ここはかっきれ50回復。アンチの中入って、さあ一度後ろに戻っていきます。スロッパー食べて、目の前油断してる敵を倒していく。いやー、さあもう一人もここは倒して、キャベツをゲット。キャベツを食べて、で逃げている方向、ショットガンを拾っている。逃げた方向にさあ一人誰かがいるが、これ気づいていない。さあ目の前回復取って、さあボブと 1v1 になったのをしっかりカウンターで倒して、そしてそのまま2位になって、着馬月、うわー、めっちゃいい立ち回り、うますぎ。さあしかし山の上になっちまった。ここは一発あって倒しきる。きなこを倒して、しかも戻りアンチ、惜しい。いいよこれ、アンチ引いた、いいアンチ引いた。さあしかも下にめちゃめちゃブッシュがあるぞ。ブッシュをめぐ、でもこれ行かないと上か、これクロップあるよ。さあ魚取って、さあここでアンチガイムーブをかましていく。ちょっと耐えればアンチが寄ってきてくれる。残り10パーティー、誰もいないよローグだこれ。いや熱すぎるだろ。そうね、下行くね。これは下だね、絶対下だな。これはでもこれ次のアンチが上になったら終わる。ボブたち、あ、ジャンパできるわ。でもうん、ちょっと待ってな。さあ9パーティー、チャキャネン落ちている。さあボブ拾っていきます。いや、キャベツは拾っとこう、キャベツは拾っとこう。
もう置いとくね、これ多分後で来るのかな、わかんないけど。え、拾ってる拾ってる。さあ、しかも戻り、さあ山の上アンチじゃないので、これ2位硬い、2位硬い、2位硬い。そうね、だいぶ2位硬いよこれ。さあ2位になればほぼほぼクオリファイ決まるでしょう。さあローグラス進みながら、そうね。さあ上では、さあ勝手に上ではやり合ってくれている。ハイグラを取ってるのはシークレットスズ、マジでフリー、誰もいない。さあルリたちに喧嘩を売る人間はいない、ルリたちは前に進むだけ。さあ進んで進んで逃げ切ることはできるか。いいね。いやこれいっただろ、2位はいったわ、これ絶対2位はいった、もう下降りてこないもんこんな。さあ目の前壊しながら移動していきます。いやこれは勝ったな。さあ6位でしたが、ルリが前にバーって張って、あとはてかビクロいけるくね、もう全然いいね。さあここは着圧で回復を待って、これ誰が回復勝負かな、これラル君かな。そうね、ラル君が回復勝負です。さあ残り人数3人。さあルリが1キル持っていってる。さあギリギリまで、さあ味方に打ってあげて、さあキャベツを拾って、キャベツが37個、やば、勝った勝った、これはすえー、これはこれは勝った。さあ上でやり合っているラルが、さあキャベツを食べ続け、さあシークレットスズの HP が、さあもう残り少ない、そのまま、さあ止まってしまうが、ボブたちラスト試合、さあビクロイしていった、通用、最後の最後でポイント取って、これはいきました。さあグランドファイナルへの挑戦権を取ったのはこの6パーティーだ、ドン。1位クアラ214ポイント、2位セレブルお前デブヤ194ポイントおめでとうございます。3位シュートたち184ポイント、クオリファイおめでとうございます。4位ゲームウィズブユリルさん、ドキンさん、レタスさんたち、クオリファイおめでとうございます。そしてルリたちも入ってきた、5位、169ポイントクオリファイおめでとうございます。6位シーユン154ポイントおめでとうございます。はい、ってことで、FNCS ヒート A ここで終わりにしたいと思います。それじゃあ皆さんお疲れ様でした。 FNCS ヒート A これで終了、来週はグランドファイナルでお会いしましょう。またね、バイバイ、おつー。